ごきげんよう、やりました。すごかったですね、最後。本当あともう少し時間が切れると。ところで三笘選手2ゴール、もう奇跡ぐらいなゴールでしたね。奇跡というぐらい入りましたね。いやー、これでワールドカップ行きます。ワールドカップのカタール大会アジア最終予選、オーストラリアよく勝ちましたね。引き分けでもいいのではないかというような解説者の声もありましたが、でもやっぱり今日勝って決めるというこの信念、これが最後エネルギーを集中してゴールへ蹴り込みましたね。前半0対0、なんと前半は日本が攻めて攻めて攻めて、そして逆にカウンターを取られてオーストラリアのチャンスもあって、これちょっと行き詰まるというかハラハラする場面が多かったですよね。でもなんとなく前半0対0で言いました。そして後半もずっと0対0で言って、後半もうあともう残り時間もうあとちょっというところで選手が交代しましたね。三笘選手が交代で出たんですね。力余ってましたね。エネルギーがありましたね。もうそのエネルギーと集中と勝つというこの信念で、あの2ゴールが決まったですね。いや、まあこれで日本、7年連続ですかね、これは。7大会連続にワールドカップへ行きます。日本のサッカーレベルがどんどん上がってきました。そしてそのがこれでまた少年たちが、子供たちがまたサッカー熱がドーンと上がっていきます。この後ワールドカップに今度行っての今度話になりますが、これがますます期待が膨らんできました。今日は、ワールドカップのカタール大会アジア最終予選、オーストラリアを2対0で破ってワールドカップ行きが決定。ごきげん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 よう。